嫌なら食うなよエルディア人、お前らなんかに食わせてやる。汚い食い方しやがって。こんなの初めてだ。まだまだあるからゆっくり食え。大丈夫か。くそ、なんでだよ。本当にサシャは死んだのかなあ。なんでお前ら何やってたんだよ。そんなバカな話があるかよ。なんで俺に謝る。俺はただ飯を用意してただけだ。あいつにうまいもんいっぱい食わしてくれてありがとな、ニコロ。半分なくなっちまったみてえだ。娘さんは俺の料理を誰よりもうまそうに食べてくれました。だからもしよかったら俺の料理を食べに来てください。もちろんただなんやろ。はい。島に上陸しました。誰か殺したか。女の兵士を。報復はこれからです。はい。私たちは卑怯卑怯罪。何よ。お前が殺したのか。お前がサシャを殺したのか。ねえマルコ。ねえってば。マルコ。おニコロ君、ベントミアに何を。サシャを殺したのはこいつです。あなたの娘さんの命を奪いました。退却する飛行船の中でこいつがあなたの娘をサシャを撃ったんです。ブラウスさん、どうぞ。あなたが殺さないなら俺が殺しますが、構いませんね。おい、やるな。座れ。ただサシャの仇を撃つだけだ。そこを動くな。この坊主はお前の何だ。お前をかばってこうなってるな。お前の大事な人が、俺にも大事な人がいた。エルディア人だ。悪魔の末裔だ。だが彼女は誰よりも俺の料理をうまそうに食った。このクソみたいな戦争から俺を救ってくれたんだ。人を喜ばせる料理を作るのが本当の俺なんだと教えてくれた。それがサシャ・ブラウス。お前に生まれた彼女の名前だ。知るかよ、どっちが先とか。すっかりメインが冷めちまったな。なんだと。悪魔の末裔の芋くせえ女なんぞに鼻の下伸ばしやがって。てめえ殺すぞ。よせニコロ。俺に毎晩あの女のこと聞かせやがって。あのバイタが死んで正気に戻るかと思った俺がバカだった。てめえ今なっつった。